ネギ属。ネギ属、ネギ属、学名、アリウムはネギ赤に分類される属である。学名からアリウム属、アリウムとも呼ばれる。ラテン語のアリウムはニンニクの意味で匂いの程度に差はあるものの全体に強いネギ臭さを特徴とする。ネギや玉ねぎのような野菜、ニンニクのような香辛料が多数あり、人類にとって馴染みが深い。多くは 多年生の球根植物である。北半球の温暖な地域に分布するが、南米、チリの A ジャンキフォーリアム、ブラジルの A セロブヤナムなど、や、熱帯アフリカに自生する例外もある。多年草。花期は、通常、初夏から秋である。草丈は5センチメートルから150センチメートルに、及ぶものまで、様々である。葉が細長く花が葉のない家系の先端に、 三型花序をなし、傘状もしくは球状に密集する。線形、中空の円柱形、紐形などがある。花は三型花序であるが、多数の花が密集してできる、ネギ坊主と呼ばれる一つの花序が一輪の花のようになっているものが多い。花びらとお寿司部は六つある。輪形、球根の大きさも種類によって異なり、直径2ミリメートルから3ミリメートルの、 大変小さなものから直径8センチメートルから1 0トルになるものまである。ネギのように輪形を形成しない種類もある。球根製のネギ属の多くは種子で増えるほか、古い球根の周りに小さな球根をつけるか即使を伸ばして小株を作る。中には過剰に直接小さなンンシュ主外コールムカゴン、英語ではバルブイコール球根に対して、 バルブリーズイコール小さな球根をつけて発芽するものもある。ノビルやピクルスに使われるツリーオーニオンがこれにあたり、果樹が重みで倒れるなどして球根がばらまかれ増殖する。ほとんどが体幹性で東京や大阪の付近なら路地で栽培できる。ヨトウガをはじめとするヤガ科の幼虫による食害が知られている。約800種を含み、 ネギアのみならず悲願場中における最大の属である。全帰宅を中心に自生する。日本に自生しているものには、以下のようなものがある。ただし、伸びるとニラは自生状態で見られるものの、古い時代にトライしたものとの見方もある。携帯を元にしたシンエングラー体系やクロンキスト体系では、ゆりめ、シンエングラー体系ではリリーフラリー、クロンキスト体系では、 リリールズユリ科に分類されていた。ただし同じく形態を元にしていても、ダールグレン体系では生地隠し目のネギ科として独立させていた。一方、分子系統を元にした APG 植物分類体系では、初期の版において、単子用植物マンオカッツの中で、ユリ目の次に分子した生地隠し目のネギ科に位置付けられていた。APGEE においては、このネギ科が ヒガンバナカの赤として位置づけられた。以下のようなものがある。このほか、ノビルや行者ニンニクは山野に自生するものを採取し、食用とする。ギガンテウム、クリストフィなどの大型の品種は、立体的な花壇を設計するのに重要である。豪華な紫色の花を咲かせる後輩種がいくつか、作出されているが、中でもパープルセンセーションは人気があり、英国王立園芸協会より、 アワードローガーデンメリットを授与された。ギガンテウム A5 ガンテムはヒマラヤ原産、巨大なという種名の通りの大柄な植物である。輪形は直径10センチメートル以上もあり、幅幅5センチメートルくらいの墓士上、草丈80センチメートルくらいになり、5月頃に5ミリメートル以の花が1000個近くも集合した直径20センチメートル余りの巨大な藤色の ネギ坊主を開く。チャイブレースにプロッサムも花壇によく植えられる。薄紫色の花が普通だが、白花種もある。園芸種は全て地下系、または林圏を持っており、秋植え球根として扱われる。長く、切り花として流通していたが、近年では、園芸愛好家の間で栽培が増えており、ネット販売などで球根が手に入る。日当たりと水はけの良い土壌を好む。 途中の植え替えはできないので、花壇やプランターに直接植える。植え付けの間隔は、小さなモーリーなどでは15センチメートルくらい、大きなキガンテウムなどは40センチメートルくらい、必要である。球根の高さの2倍くらい土が被るように植える。小型の種は花壇やプランター植えにできるが、多くは切り花用に用いられている。特に、 茎をたやすく曲げることができるローゼンバッキアヌムなどは、生け花やフラワーアレンジメントによく使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。